だけどもうそのステージじゃない。自分がこれってなんて言ってんだろうっていうふうにやっぱりしっかり理解しながら聞かない限りは別にどんだけ中国語とか聞いてても分かるようにならないんだよね。日本にいる人だと分からないと思うんだけど、なんか日本にいる留学生って日本人の友達作るのってすごい難しいんだよ。だって日本にいるさ、うん、日本人がね、まあ、日本にいる日本人が丁寧な言い方だけど、別に留学生の友達作らなくたって日本語話せる友達いっぱいいるじゃん。だからわざわざさ日本語が話せない留学生友達にしたって話すの楽しくなかったら友達として面白くないじゃん。うん、だからそれは日本人も日本語できない留学生とあんま話さないよね。うん、だからそういうのを逆にしてやっぱり日本に来る留学生ってさ、やっぱり日本語の友達って作りにくいから結構留学生で固まったりとかあるんだよ。それがアメリカで起きるんだよね、同じことが。だから日本の友達とかアジアの友達とかって比較的作りやすいと思うよ。だから都会はそれで固まっちゃう。だからアメリカに行って英語を勉強するつもりだったのに気づいたらやっぱり英語に触れるのっていうのはストレスがかかるからね、そのプレッシャーとかさ、言語理解できないってやっぱ面白くないからってなると、言語理解できる日本人と一緒にいちゃうんだよってなると、平気で1年間2年間っていたのに英語は全然話せないとかっていう人いるよ。うん、うん、だからそれにはなっちゃダメだよね。そうですね、うん、だそういうのはやっぱりなんかその街に出るとかさ、うん、だから自分だったら大学院の頃とかってなんか頑張ってパーティーとか行ってたよ。なんかあの人が集まるとこに。本当は嫌なんだよ。だって本当はね、授業の話だったらついていけると。でもそういうとこで授業の話する人はいないと。うん、面白くないから。もうなんかそういう日常の話したいじゃん。ってなると自分はもう理解できないと。そんな教科書はなかったと。それでそういうところってうるさいんだよ。いや、音楽がかかってたりとかさ、なんかバーとかに行ったらうるさいじゃん。でなおかついろんな会話が飛び交って、あの話す人もバラバラ変わるでしょ、人が大勢いたら。はいはい、理解できないよね。はい、ってなった時に気まずいじゃん。だけどそういうのは行かなきゃ。だからそれが遊びに行くっていう風に、だから例えばね、何もやってなくて買い物聞いてなくて外でショッピング一人でやってる、それは遊びに行ってると思っていいよ。だけどなんかアメリカ人となんかやったりとかさ、うん、だからスポーツはまあちょっと遊びかもしれんけど、でもそこで会話するじゃん。はい、うん、だそういうさ、教科書だけじゃなんかその生きる力じゃないけど、教科書だけじゃさ、やっぱり結局聞けないし話せないじゃん。うん、だからやっぱりよくあるさ、日本の傾向として、日本人っていうのはその、まあ、世界的に見てね、自分別に言語学者でも何でもない自分の感覚で話すけど、はい、留学してた語学学校の時に特に思ったのがさ、やっぱりアジア圏って多分そういう勉強方法が多いのかな、読んだり書いたり、うん、そうですね、で話したり聞いたりっていうのをしないから、だ多分サウジアラビアってそういう勉強法ちょっと多分たけてんのかな。だから日本人ってすごい書けるし読めるし、そのなんていうか単語とかも知ってるけど全く話せないって人多いんだよね。はい、いやもうまさに自分がそれでもう今ひしひしと感じます。読めて書けて単語もまあある程度分かるんですけど、聞けて話せないっていうのが、うん、そうなんだよ。だけどさ、よく考えてみるとさ、聞けて話せないっていうのがあるじゃん。じゃあ日本にいた時に聞いて話したのかっていうのが大事なんだよ。で多分それをやってないんだよ、普通の教育だったらね。そうですね。だけど多分サウジアラビアの子とかって全然書けないけど意外と話せるんだよね。不思議だなと思うんだけど、自分もいたからサウジアラビア人の子が結構話せるなと思ったけどさ、なんでこの子スペルこんなの書けないのとかさ。だからやっぱりそういう国のあるんだろうね、勉強の特徴みたいなさ。うん、そうだからアメリカにいるメリットっていうのは、そういう聞いたり話したりっていうのを伸ばせるじゃん。うん、はい、で例えばトーフルの点数を上げるって、これ別にただね、そういう日常生活してれば伸びる、それはないと思う。トーフルで点数を上げるっていう勉強法をやるのは大事なんだけど、でも基本的に英語力が上がってたら絶対そういう語学って上がるんだよ。うん、だから例えば TOEIC とか自分は受けたことないんだけど、まあでも聞いてる感じだとなんか990が満点なんだよね。
多分、はい、うん、まあ、950は絶対行くと思う、うん、まあ、だけどそれってやっぱり基本的な言語力がやっぱ大事だから、例えばトーフルとかで言ったらやっぱりじゃあ、うん、スピーキングのセクションもさ、リスニングが分からないともうスピーキングできない問題とかあるじゃん、はい、ライティングもそうだよね。だからそれだけリスニングっていうのが大事なんだよ。だけど単語力が大事っていうのも納得だって、見て分からないっていうのは聞いて 100% 分からないから、だから分かるっていうのは大事なんだよ。分かる、読める、だけどそれが聞けるかっていうのは別問題なんだよね。だから前も言ったと思うんだけど、その読めて書けるっていうスキルっていうのは2点で、聞けて話せるっていうのが2点ので多分聞いてるとここは強いんだよね、だけどここは弱いんだよ。だけどよく考えてみると、まあ野球でもそうだけどさ、練習しないと上手くならないじゃん。だからまだ練習してないんだよ、ね、だからピッチャーっていうのはあんまりバッターの練習しないと、だからあんまり上手くないと、はいはい、例えばね、それは当然だよね、練習してないんだから、うん、だからそういうような感じでもっと聞くといいと思うよ。で聞けると話せるようになってくるから、聞けないと話せない。やっぱ聞けないと話せないですか。で会話ならないじゃん、話す練習。まあ確かにそうですね、うん、だ例えば自己紹介とかだったらできるよ、だけどその後もうさようならじゃん。だから自分で言うチェコ語だよチェコに3ヶ月半住んだ時っていうのは、自己紹介とかはできた、1分ぐらい、トイレどこですかとかさ、だけどもう会話にはなんないよね、うん、そうですね、うん、それは聞けないからだよね、うん、うん、だけど会話するってなった時にはやっぱり英語で聞けないとさ、うん、やっぱり聞けるためには分からないものっていうのを分かるように、いろんなのを聞くっていうよりも似たようなのをいっぱい聞いて、で分かるボキャブラリーっていうのを増やしていくんだよ、聞けるボキャブラリーで、それを使って会話をする生活をしていくんだよね。そうすると伸びるよ。なるほど。そうだからなんか多分まず聞くっていうのは大事なんだよ。だからいっぱい聞いた方がいいっていうのは聞く言うじゃん。だそれに関しては反対しない、やっぱり聞くの大事だから。だけどじゃあ自分がね、はい、全くわからないものをわかろうとしなくて聞くと、中国語とかスペイン語とかわかるように聞かなかったら一生わかるようにならないんだよね。うん、うん、だからその赤ちゃんとかそこら辺の言語学習の場合ともうそれなりに立ってから全然違うから、だから例えば自分がこれってなんて言ってんだろうっていうふうにやっぱりしっかり理解しながら聞かない限りは別にどんだけ中国語とか聞いててもわかるようにならないんだよね。だから英語の脳にするとか慣れるっていう意味でいろんなことを聞くのはいいと思うよ。だけどもうそのステージじゃないよ、もう上の何がわからないんだろうっていうので分かる単語っていうのとか分かるセンテンスの作り方っていうのを増やして、それでその会話できる領域を広げていくっていうのが英語ができるようになる、まあ、一番の方法だと思うよ。いやめっちゃ腑に落ちました、ありがとうございます、うん、そうだからさこう、はい、まあどうやったら伸びるのかなとかいろいろ考えるのって大事だと思うんだよね、はい、だけど一番大事なのはさ、ね、まあ、英語でもその doing って言われるんだけど結局やらなきゃ伸びないんだよ、はい、そうだからなんかよく聞くのがそのスピーキングで失敗するのが怖いと、これよく聞くんだよ。だけどよくよく考えるとね、じゃあ例えばスポーツで失敗しなくて上手くなれるのか、絶対上手くなれないんだよ。だからいかに何回失敗するのかっていうのが大事で、だけどもちろん同じ失敗しないように練習していくじゃん。それが全く英語にも使えて、あじゃあもうこれミスするから今日言うのやめようと、それは一生言えるようにならないんだよ、うん、だからやっぱり聞けて自分で発音できるようになって、それをね実際の現場で使っていくわけよ。で1回2回って使えると、あこれは使えるなと、で自分で言えるものは聞けるから、うんうん、だから聞くっていうのはやっぱ大事なんだよ最初は。そういうふうに自分は勉強してたと思う。